これがワイドトレッドスペーサーです。かなり重量あります。で、ナットはこちらです。皆さんこんにちは、もも猫です。今日はキャンピングカーアミティの後輪タイヤにワイドトレッドスペーサーっていうのを取り付けに、行っております。キャンピングカーの走行安定性能を高めるためにトレッドを100ミリ広げるためにスペーサーを取り付けようと思っております。キャンピングカーのメーカーの A2Z さんから発売されているこのボンゴトラック用の専用ワイドトレッドスペーサーを取り付けます。トレッドが広がることによってハブやハブベアリング、それからハブボルトなどに負担がかかるかもしれないので、その辺はちょっと心配なんですけど、やっぱり100ミリ広がるとかなり走行安定性がね増すのじゃないかなと思いますので、今回つけてみようと思います。それじゃあ自動車整備工場に行ってきます。私の場合は軽トラックベースのキャンピングカーからライトキャブコンのアミティに乗り換えましたので、それほど走行安定性に不満はないのですが、高速道路の橋の上とかで風に煽られたりしてちょっと怖いことがあったので、以前前後のダンパーを強化ダンパーに取り替えました。それからかなり走行安定性が改善されておりますので、今現在そんなに不満はないのですが、 A2Z さんから専用のワイドトレッドスペーサーが再販されましたのでつけてみたいと思いました。アミティのリアタイヤにワイドトレッドスペーサーを取り付けます。こんな感じでね、結構奥に引っ込んでます。前輪はこんな感じなんですけど、で車体の幅よりもですね、もともとトラックの状態の時に、トレッドが100ミリ近くね内側に入ってます。まあ荷台のサイズに合わせて設計されてるのかなと思いますけど、これに50ミリのスペーサーを入れたいと思います。これがワイドトレッドスペーサーです。かなり重量あります。で、ナットはこちらです。ちょっと重くて大丈夫なのかなっていうぐらい重たいです。タイヤの取り外しです。タイヤが取り外されました。取り付けるとこんな感じです。タイヤの取り付けが終わりました。トルクレンチで全部締めていただきました。もう全然隙間が違いますね。すごい広がった。やっぱり後ろ見たら違うな。出る前とどうでしょう。かなり変わってると思います。ワイドトレッドスペーサーの取り付けが終わって今走ってますけど、どうなんだろう、あんまり感じないんですけど、なんかがちょっと違うけど分かんないですね。あんまりもともと不満持ってなかったんですけど、まあでもやっぱりね、100ミリも変われば風の時とかはね違ってくるんじゃないかなと思います。ワイドトレッドスペーサーの取り付けでした。ご視聴ありがとうございました。